今回はチキンマックナゲットのカマンベール&パルメザンチーズソースですね。こちらを食べていきたいと思います。いやいいんじゃないですかね。いい感じのマックチキンナゲットですよ。早速切っていきますかね。どう切りますかね。ちょっと縦にいってますかね。マックチキンナゲットの開きですね。ちょっと手で掴んじゃってますけど、結構断面綺麗ですね。やっぱ成形肉って感じですかね。やっぱりなかなかマックチキンナゲットの開きも見ないんじゃないですかね。感じに開きにできたんじゃないですかね。全部こう見ると結構圧巻ですね。なかなか見ない光景ですよ。これにこのカマンベール&パルメザンチーズのソースをですねかけていくってところですよ。いや美味しいんじゃないですかね。これいつものマックナゲットより美味しそうに見えるんじゃないですかね。こうすることによって本当は皿に盛り付けた方がいいんですけど、まあ、めんどくさいんでこんなもんでいいんじゃないですかね。いやなかなか見ない光景だと思います。チキンマックナゲットの開きにパルメザンチーズのソースですね。これをまぶしていくっていう料理ですね。料理なのか怪しいですけど、いいんじゃないですかね。じゃ早速いただきたいと思います。薄いととかまた食感が変わりますね。これはこれで結構ソフトな感じになってますね。美味しいですよ。新しい発見というとあれですけどね。どうですかね。これはこれでいいって感じですかね。やっぱりこのマックチキンの薄さですよね。また新鮮な感じですよこれは。結局一口あたりの衣が少なくなってるんで、やっぱヘルシーになってますね。これ面白いんじゃないですかね。やっぱ食感も全然違うんで、これはこれで面白い食べ方ですね。味は同じなんですけど、やっぱ食感とか違うだけで、やっぱ感じ方が変わってきますね。やっぱ若干ヘルシーですね。やっぱり衣が少ないんで、面白いですね。いいですねこれも。
というところで今回はこのマックチキンナゲットのカマンベールパルメザンチーズソースですね、こちらをいただきました。ご視聴ありがとうございました。